どうもジャマです。あ、どうもキムヤコです。皆さん、豆でらすか豆でらすかということで今回は、はい、キガネコサソリを食うやっていきたいと思います。早っ早っ、もう言うのキガネコサソリ食います。ちょっと待って、わかる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 、もうニュース見たわ俺。お前のブログも見た。買ってきました。こちらは、まあ、サソリの、まあ、昆虫食のサソリなんですけど、これどこで買ってきたかっていうと、大先生、あの大曲がりさ、はい、あの昆虫食自販機って、あの自販機すげえよな突如設置されて、そうそうそう、私行って買ってきました、はい、でちょっと食べ、私も食べたんですけど、キガネコに食べさせようと思って取っておいてます。これなんぼすると思う？なんぼ500円ぐらい。ちっちゃいサソリ2つだっけ。ちっちゃいサソリ2つだけ。ほんとこれぐらいの原寸大ぐらいのサイズ。350円とか。舐め切ってますね。はい、1000円。意外と高い。高い。意外と高いんだよ。そう、まず食ってみましょう。開けてみますか。うん、うわ皆さん、サソリ食ったことあるっすか？はい、開封したものがこちらになりますね。はい、ちょっと具合悪くなってきた。あ、見えます？見える、見える、見えます。俺にピント合ってんじゃん、ね、隠れるか、隠れる。あ、いたいたいた、いた。皆さん、こちらがサソリになります。スコピオン、ちょっとちっちゃいんですよね。第二関節ぐらいまである、うん、こんな感じでできます。2つ入ってました。1つはジャンゴ食いました。さあ、これをですね、キガネコさんに食べていただきましょう。ちょっと箸が必要。箸でいいか。いいよ、手でもいい。全然ぶっ壊しちゃうか、うん、あ、いや、手でいいか。手で乗せ一応いい。お前大丈夫？サソリ、サソリは食ったっけ？うん、サソリ食ったことねえけど、いいよ、大丈夫。ちょっと手に寄せるよ。ちょっと見せてやって。さ、あの、尻尾の部分とか、尻尾の部分見えてる、ちゃんと。らしいよ。ちょっと俺の今日の服の色が申し上げて、これでわかるか。俺の顔すいてあんだ。大丈夫、お前食えるんだよ、ちゃんと。いただきたいと思います。食べれる。もう一口でいきます。本当？いきます。はい、ちょっとあのカウントして、お願い。222。投げ5が3だと思った。5が3だと思った。いきます。5、4、3、2、1。あっ、チャリチャリいってる。やばい、やばい、ちょっと。おお、ちゃんと食ってゴリゴリいってる。どう、これ どんな感じこれ。お、ちょっと目つぶったよ。飲み込んだ。ちゃんと飲み込んだ。うん、偉い、うん、食べた。俺食う時相当躊躇したからよ。いや、勢いなかったら無理だな。男前、ちょっといいぞ、ちょっといいぞな、もっといいぞ。うん、どう。あ、ね、食感はパリパリで、あ、例えるなら、いや、例えるならなんだろうな。味ある。味、あ、すいません、味無でした。無。うん、ちょ、俺も食った時無だった。うんうん、ちょっとあの純粋に本当に忖度とかけない、本当に 無だったし、うん、美味しいか美味しくないかで言ったらもう無だから、分かりません。美味しいか美味しくないか分かんない。最初だけ嫌だね。うん、最初だけだね。で、本当にこの、あ、このカリカリってなんだろうな、これセミの抜け殻みたいな感じなんだけど、セミの抜け殻も食ったことないから分かんないんだけど。だよ、伝わる伝わる、分かる。俺も食ったから、あのセミの抜け殻触った時にさ、こうパリパリっていくじゃん。 あの感じと同じ感じをここで味わった。くじん中でこうパリパリパリって噛んだ感じだから、味は無で、うん、食感はもうセミの抜け殻、うん、セミの抜け殻で、なんだろう、めちゃくちゃ細いカッパエビセン食ってるみたいな。たまになんかハズレのカッパエビセンあるじゃん、めっちゃ薄い細いやつ、うん、あれカリカリって食った感じの食感だね。意外とマジ具はねえんだ。無だから、もう無だから分かんない。うん、無だから味はしなかったけど、ちょっとなんか調味料とかあればいい感じ。あ、マヨネーズ。マヨネーズ、うん、マヨネーズいい感じ、うん、俺マヨネーズ好きだしね。あの、マヨ醤油は合うかも。合う、うん、マヨ醤油合うな。どっちかで言うと、あとこう、それ粉々にして、でも2匹で1000円だべ。2匹で1000円。6匹ぐらい。6匹
だから、3000円3000円、3000円使って超高級ふりかけみたいな感じで、こんなこんなにしてご飯にサラサラサラってかけて、で、ちょっとマヨ醤油でガラッてかき込めば美味しいと思います。高えよ。やったら高え、いっぱいだよ。ちょっと口ゆすいでいいですか。そうですね、すげえ。あーだわ。あー、よく食いました。ありがとうございます。で、マジ具は願ったのよ。マジ具はね、マジ具はね、全くマジ具はない。マジ具はね、うん、で、中身ちょっとスカスカでムミ、うん、ムミって感じなんだよね。ちっちゃいしさ、タイの昆虫か、タイなんだ、タイのやつなんだ、タイのやつなんだ。スコーピオンって感じ。すごい、塩、塩っ気は感じられなかったね。だから塩、塩とか振ってもいいかもな。うんね、塩でちゃんもうちょっとチンしてちょっと温めたら美味しいのかもな。分かんない、うん、ちょっとカリカリにして、あ、そう、もうちょっとカリカリにして、あの、味の素とかね、うん、塩とかかけて。意外と嫌じゃねえんだよ。嫌じゃない。ちょっと最初だけ本当怖かったの。そう、まあ、昆虫って言えばほら秋田県とか、まあ、ね、うん、全国的にもイナゴ、うん、あ、食べられてるじゃん。イナゴはね、そうだね、イナゴのつくだにとかあったりするじゃないですか、うんうん、そんな要領で考えると、まあまあまあ同じ昆虫なのでっていう感じであれ。2匹で1000円はでも高いっす、ちょっと、うん、ちょっと高いっす。まあ、なかなかサソリこっちで見ねえからよ、うん、その分の価値はある、うんうん、あるね、うん。で、まあ、昆虫食って言えばほら、やっぱタンパク質が豊富っていうこともあったりするし、うんうんうん、あと環境に優しい食べ物っていうことでも結構最近注目されてきてるので。そうなんだ。あら、サソリくしゃみ、スコーピオンくしゃみ、スコーピオンハクション。あ、大丈夫、ちょっと細すぎないじゃないですか。サソリちょっと長い動いてんじゃん、大丈夫。サソリこうやって動いてるかもしれない。サソリ消すんじゃね、粉々にしちゃうんだよ。やばいやば、サソリの擬人化なっちゃうんじゃない。大丈夫、あのテラフォーマーズの見えてるサソリの能力出てくる。イネッケなんか噛むでこうやるやつ。イダで、こっからなんかミサイルのピストル出てるやつ。すぐプシュンってやられちゃった。はい、そいつなんじゃね。なりませんね、はい、ご安心というか、ね、まあこういう感じでね、売ってたので皆さん大仙市にお住まいの方、いろんなやつあった、いろんなやつあったっけ。あ、ごめん、あ、うん、そう、他に何やったの、なんか、あげるとしたら、まあ、タガメ、タガメ、タガメ、はぁ、まあ、分かるかね。おうおうおう。あと、ミルワームってワームね。うわぁ、ワーム系もあったし、うん、あと、なんだっけな、だそんな感じでいろいろあったっけ。あと、コオロギか。あー、コオロギ、コオロギもあった。いろんな種類、結構豊富だっけ。あと、セット売りとかあったっけ。サソリとなんかのセット売りみたいなやつ、それ1800円とかだったから、ぜひ皆さん見てください。バッタ、バッタは食うけど、食ったことあるけど、うん、コオロギか。コオロギなら食わねえよな、うん、コオロギもちょっと試してみたいな、うん、なんかちょっと変な、なんか欲湧いてきました。まあ YouTuber といったら昆虫とかもあるけれど、だからそんな勇気はねえから。いい、いい、それはいい、それはおめえちょっとサブチャンネル作ってやっといて。やるか。やります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。